前回のあらすじ、そして、お久しぶりです。わかっていただけますか？嬉しいです。ということで解放してくれませんか？それは違う話だ。勝負に勝たなければ解放はしない。では今回対戦するゲームだが。ドキドキドッキン高校数。QWOP というゲームをやってもらう。行くぞー。トライアングル、あたー。よし、11メートル付近まで来ました。もう制限時間は過ぎている。ここでゲームオーバーになったら終わり。激アツです。あ。よーし、それじゃあウプ主を助けるどー。ちょっと待て、私たちは地下に閉じ込められてる設定だっただろ。そんなこと覚えてる人いないよ。だから問題ナッシングです。これが不正というやつか。わかりました。それではこうしましょう。ドラえもんが助けてくれました。よし、それじゃあ行こうか。これはひどい。やあ、霊夢、マリサ。おう、ウプ主じゃねえか。いやあ、なんとかグールの目を盗んで逃げ出したんだ。さあ、帰ろうか。うんうん、これでグールやアリスと戦わなくてよさそうだね。よかったよかった。ところでウプ主、ぎょー、痛ーい。ち、一番厄介な奴をやれなかったか。お前、何者だ？マリサ、何を言ってるの？正真正銘トライアングルだよ。まあ少し脳をいじって洗脳させてもらってるけどね。ふふふふ。なるほど、そういうことか。ねえマリサ、僕とゲームしようよ。まあグールの手下になったということはそうなるだろうと思ったんだぜ。それで、何で勝負するんだ？今回勝負するゲームは、マリオカートだ。マリオカートか、スイッチでも近々出るみたいだな。いいだろう、受けてやるんだぜ。あ、でも勘違いしたらダメだよ。今回対戦するマリオカートは、マリオカート64だからね。マジかよ。まあいい、とにかく霊夢の手当てもしないとやばいし、さっさと始めるんだぜ。いい心がけだね。それでは、地獄に落ちろ。落ちてたまるか。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。